しもし、ゆかにゃんチャンネルだよ。今日何してた？今日私ね、いつものことだけど、お腹が空いて、ツイッターでもあれです、お昼もさあ食べるぞみたいな感じだったけど、頑張ってお仕事をしてきたら、またお腹がすっごい空いたので、ご飯食べたいってなりました。みんな今日は何を召し上がりましたか？こういう時だから、なんかこう、例えばレンジで簡単に作れそうな、レシピとかそういうのをちょっと言ったら、なんか皆さんなんか興味ありますか？なんかほら、例えば聞いてくださってる方の中に休校とかになって、でもなんかまだ火を使っちゃいけない世代の方とか、もしくはお料理普段あんまりしないけど、なんかできたらしたいなとか、作りたての食べたいなとか思う方がいらっしゃるようだったら、なんかこれを機になんかちょっとしたお料理とかしてみるのもいいかななんて思っていますよ。今ちょっと外の音がいっぱい聞こえてて、まだ帰れない感じなんだけど、明日とか明後日ぐらいに簡単な何か作れるようなのを紹介できたらいいかな。とりあえずあれだよね、小麦粉とか卵とか大丈夫な方はホットケーキミックスとかで、なんかマグカップとかでチンってして、もう出来たてのパンみたいのを食べられるのはどうかなって思うよ。今空で簡単に何かと思うと、例えばホットケーキミックスにもよるけど、だいたいホットケーキミックスと卵なしと、じゃああれか、マグカップにホットケーキミックスを、マグカップだと結構少ないな、ホットケーキミックスと今話題の牛乳とかお水とか、を大体同量ぐらい入れて、そこにオリーブオイルとかサラダオイルとかを、そうだな、その10分の1ぐらいとか入れて、であとココア味とかチョコとかにしたい人はちょっと入れて、ぐるぐるぐるってして、でチーンって2分とか1分半とか、マグカップだと1分ぐらいでもいい気がするけど、お家によって違うので、心配だったら40秒ぐらいから、まだだなと思ったら10秒ずつぐらい、多く、追加しながらで、作ってみるのとかどうかなって思います。ホットケーキミックスは結構、困った時とか、簡単に何かしたい時とか、結構いろんなことに使えるので、試してみてね。どうかな、ちょっと待って、私今歩きながら言ってるから変なこと言ってないかな。だいたい同量ぐらいの、例えばそれかジップロックみたいなやつでもいいかな、同じぐらいの量の粉と牛乳で、甘いの好きな人は甘いのちょっと足すで、そのさらに10分の1ぐらいの、油をちょっと足すで、油があるとしっとり蒸しパンみたいな、のりになるので、入れる油はオリーブオイルとか、サラダオイルでも大丈夫かな。ごま油だと結構風味が出ちゃうから、最初はオリーブオイルとかの方がいいかな、あとサラダオイルとか、っていうのどうかなって思います。で、
マグカップのサイズにもよるから、少なめなマグカップとかで慣れてない方は3、40秒ぐらいからなんとなく様子を見て、で、ブクブクってすごい膨らむので膨らみ具合を見たりして、足りないなって思ったら10秒ぐらいずつ、加熱して、で、様子を見ながら作ってみてください。よくある話だけど、竹串を刺して、生地が、生っぽい生地がくっつかなければ OK みたいな話だけど、普段何もしない人はきっと竹串とか家にないと思うので、ちょっと太い穴が開いちゃうけどお箸とかを刺してみて、でなんか生の生地みたいのがくっついてこなかったら大体大丈夫だと思います。ちょっと今日結構こう、なんだろう、雑な感じだけど、こういうのどうですかっていう話でした。今日ね、また金曜日ですね。この間の金曜日も、お話ししたと思うけど、1週間お疲れ様でした。よく頑張りました。私もよく頑張ったぞね。今日、明日明後日お休みの方はゆっくり休んでください。明日明後日もお仕事の方は、また明日も頑張ってね。じゃあ今日のゆかにゃんチャンネルはこれで終わりにします。じゃあまたね、いい夢見てね。はフロムゆかな。